さあ、高山バスセンターに戻りましょう。12時40分発ですね。あと5分ぐらいです。こんな雪景色ですけど、まあ、なんでしょう。厚着してるからかどうかわかんないですけど、そんな寒くはないですね。僕がそのアドレナリンで麻痺ってるだけかわかんないです。これはもうわかんない。本当に、その信憑性はないんですが、思ったより寒くないっていう感じですね。さあ、バスが出発いたしました。乗客は私だけですね。で、今からまたね、駅と同じ道で高山に帰るんですが、高山に戻ってからですね、下呂温泉に行きたいと思います。日本三名泉の一つね。これもね、まだ高山からバスが出てるので、バスの乗車券を買って、出発まで少し時間がある予定なので、もう一回ね、ちょっと高山、まだちょっと観光できてない感じするので、リベンジというかね、少し古い街並みをもう一回ね、見に行きたいと思います。しっかりね、写真とか景色も見れてないですからね、堪能します。なんか高校生がめっちゃ乗ってきて、同じ団体みたいになってるんですけど、タイムスリップして俺も高校生に戻ろうかな、このまま。このまましれっと高校生になれへんかな。はい、高山駅に着きました。今が、1時18分、あと50分ぐらいね、時間があります。下呂温泉に行くまで。ということで、下呂までのね、切符1060円買いました。これで、あとバス乗って下呂まで行けば、最後の目的地になります。バスの切符も買って、30分ぐらいあとね、時間が余ってるので、平高山のね、古い街並みもう一回見に行きましょう。ちょっと雪もマシになってきたかな。これちょっと風情良すぎるな。天気もいい感じや。この川のせせらぎ一生聞いてれんねんけど。割と時間に追われてる。また戻ってまいりました。古い街並み。重要伝統的建造物群保存地区。こんな感じで。もう、雪降ってても風情ありますけど、降ってない方がいいんでしょうね、これは。降ってていい、あんまりいいことはないかもしれないです。こういう伝統的建造物群保存地区に指定されてるところはね、外れがないと、大学の教授が言ってたような気がします。もう雪かきの音がすごい。さっきの川のせせらぎじゃなくて、こっちのね、雪かきの音はちょっとあんまり、ね、趣深くはないんですが、でも趣深いお店はいっぱい。箸とか、食器とかいっぱい。平牛握りのお店がすごいね、行列できてたりとか、しますね。僕はさっき平牛カレー食べたんで。てな感じで、古い街並み、伝統的建造物群保存地区でございました。いや、いいね、やっぱり。古い街並みを残してもらいたいですね、今後も。あれは国分寺らしいですね。まあ、国分寺っていうのは全国にいっぱいありますけど、飛騨牛っていうのは全国にあんまりいないですけど、お寺はね、善光寺で十分堪能したのでね、今駅に向かって歩いてますが、もうなんか落ち着かないですね、僕の旅の行程は。誰も多分真似できないというかね、ちょっと常人離れした、行程なので、全然ゆっくりしてないんで、うん、この旅でいいのかなと思いますが、回りたいところがいろいろあるっていうね、そういう問題がありますから。うん、結構ね、忙しい感じでさせていただいてます。やってまいりました。下呂バスセンター行きですね。1時間半ぐらいここから乗ります。下呂行き発車いたしました。今度こそ、高山、さらばですね。高山、いい街でした。また来たいと思います。では、下呂までスキップ。はい。下呂温泉着きました。下呂駅ですね。はい。で、もうね、ここが僕の旅の最終地点なので、帰りのね、下呂からの乗車券も購入しました。下呂から、この大阪市内の、ちょっとね、帰りしんどいので特急でもパッと帰りたいと思います。言うてもね、なんか普通で帰るよりもプラス1000円ぐらいでね、帰るみたいなんで。はい。今からはとりあえず温泉に入って、うん、温泉に入ってから街観光したいと思います。なんか入れるうちに入っとかんとなんか何があるかわかんないんで。僕が乗ってきた下呂バスなんですけど、下呂バスって聞いたらほんま運転荒い人のバスかと思いますよね。まあそんな感じで、下呂温泉ってね、なんかもう名前のインパクトが強すぎてみんな知ってるぐらいですけど、日本三名泉ね。皆さん知ってますでしょうか？下呂温泉と、それから有馬温泉と、そして群馬県の、ね、草津温泉。この3つがね、あるんですけど、そのうちの1つに来たということですね。これまたね、古めかしい街並みなんですが、下呂市街は、あれですね、雪解けしてますね。ちょっと残ってますが。うん。ただ、気温は寒いんですよ。
これ不思議やね。雪降ってる時は寒くないのに、降ってない方が寒いっていう。で、今日は日帰り入浴なんですが、この水明か。やってるかな？なんかね、一番多分ゲロって人気があるらしくて、天皇とかも泊まるらしいんですが、結構安かったんでね、やってたらいいんですけど、熱海の時全然やってなかったからね。多分、日本三名泉って書いてんじゃない？天下って書いてんのかな？水明館。さあ、やってるのかな？日帰り入浴の受付終わってましたね。2時までやって言われて。え、なんか調べた時はやってたような気がしたんですけど、この俺が間違える？まあ、でも、歩けばあるでしょう。どっか。なんか日帰り入浴も、ね、スッとできなかったことですし、ちょっと街歩いて探すんですが。なんかね、下呂温泉は、古いんですよね。うん。古めかしい。なんか、ほんまにこれが三名泉なんかなっていう感じで、温泉の質もね、弱アルカリ性ということで、単純温泉って言われるやつなんですよ。だから結構どこにでもあるんですけど、じゃあなんでこんな、ね、なんか言われるようになったのかっていうことなんですが、まあ三名泉だからっていうね、そういう理由があるみたいです。三名泉になったから、三名泉なりの栄え方をしていると。んで、まあ、なんで三名泉になったかっていうのはね、なんか誰かがね、唱えたんですけど、まあ、それちょっと後で見に行こうと思うんですが、下呂温泉の良さとしては三名泉であるという点で、まあ、言えると思います。でね、意外となんかこんな感じですけど、黒字らしいんですね。うん。だからまあ、大丈夫です。経済的にも問題ないという。うん、この風景がいいもんね、結局は。さっきね、行ったのはあの水明館ですね。こう。水明館。で、こっちも水明館。川を渡って、また温泉街。まあね、なんか何があるかわからないと思って、あの水明館以外にももう一個ね、候補見つけてて、まあそこに今向かってるんですが、まあ水明館がやっぱ駅から近くてね、魅力的で、天皇がね、なんか入浴したことがあるってすごくね、良かったんですけど、なんかね、日帰り入浴できるとこもね、結構あるんですが、タオルとかね、シャンプー、リンスがね、ないっていうところが多くて、タオルは持ってきたんですけど、やっぱシャンプーとリンスちょっと欲しいなっていうのでね、候補がなんか自分の中で削減されちゃってるから、探しにくいんですけど。ありました。木曽屋っていうところなんですが、これね、木曽屋。やってたらいいなぁ。あ、ここか。いやー、この木曽屋めっちゃ良かったですよ。大浴場と、それから露天風呂がね、あって、まあ、どっちも良かったんですが、その、大浴場の方に書いてあったのはね、下呂温泉は、なんか、白鷺が、ここに泊まって、なんか、町民が、何してんのやろって見に行ったら、温泉が湧いてたから、ね、下呂温泉になったみたいなことが、こんな感じでね、下呂温泉が湧いてます。はい。街中に。で、露天風呂が良くて、ほんまに雲と青空を眺めながら見る。そして、こっちに広がってる山とかを見ながら、良かったね。露天風呂が特に良かったですね。本当に生きてて良かったと思いました。もうまったりと過ごさせていただきました。まったりとと言ってもね、もう帰りまであと1時間しか入れないので、ここに。まあちょっと急ぎながらですけど、でも、2日 ?1 日ぶりの入浴でしたから、ね。まあ、着替えはこれしか持ってきてないんで、服は汚いんですけど、まあまあまあ、全然そんな旅だから仕方ない。やっぱ温泉っていうのはいいですね、本当に。癒してくれる。では、ちょっと街散策しましょうか。さあ、ここは温泉街ですね。下呂温泉。カエルの滝。何これ。この水で手を清めるけど、蘇る。若返る。効果がある。古来より伝わるエナジースポット。まあ、ええや。いかんでいいや。いや、風情あるなぁ。うん。温泉街っていいな。なんか、ほんまちょっと、なんかすいませんなんですけど、熱海はちょっとこんな、なんか楽しめへんかったな。なんでなんやろな。熱海、暑かったからかな。ちょっと雨も降ったしな。ようこそ下呂温泉へって、もうどこにでも書いてあるんですけど、もうじゃあ全部下呂温泉やんっていう感じなんですが、こちら湯の町通りだったんですね、僕が通ってたの。で、これは昔、江戸時代にね、使われてた。宿の案内図ですね。日本三名泉発祥の地と書いてあります。すごいなんか漢文みたいなのが書いてあったりとか。これはいきなりちょっと日本じゃないんですが。面白いね。下呂温泉。草津温泉は東へ152キロ。有馬温泉は西へ213キロ。僕はこっちの西の方に帰っていくわけですけど。ニューヨークは、1920キロ。そうなん。ローマ9700キロ。すごいな。ちょっとユニークな。看板があります。すごい。下呂市街が一望できる。一望ではないけど、スポットがありました。川が流れてて、のどかな街だなというふうに思いますね。駅はあっちかな？あっちに戻らなあかんのか。
さあ、ずっと歩いてたところ、まあ、駅から離れすぎたんで引き返しますが、日田街道っていうところはね、やっぱ趣あるなというふうに思いますね。さあ、では駅に戻りましょうかね。ゲロ、いい街でした。昨日の今頃は、今がね、16時42分。昨日の今、あれですね。山登ってますね。立石公園に向かって。めっちゃ長かったですね。なんか、昨日の一日も長かったし、今日の一日もすごく充実した旅だったかと思います。日本三名泉を定めたのはね、この林羅山さんなんですが、こんな感じでね、銅像が作られてます。日本三名泉、下呂温泉と書いてありまして。こいつは林羅山なのか。林羅山じゃないですね、この人は。至るところに日本三名泉やら、下呂温泉ようこそやらっていうなんかもう、ね、町一体がもう下呂温泉、うん、その日本三名泉というのを一本でやってますから。でも効能もちゃんとあってですね、下呂温泉はあれですかね、美人の湯って俗に言われてるやつらしいんですが、あの化粧水本当に浴びてるぐらいね、肌がスベスベになりました、僕も。うん、それぐらいなんかいいね、効能があるみたいですよ。で、あそこに見えますのはこれ温泉なんですけど、あれこんな外に温泉があるんですよ。昔はね、全裸で入れたみたいなんですけど、今はさすがになんか水着着用、いや今もう足湯だけだったんかな、どっちか忘れたけど、あこうね、昼は人いたんですけど、さすがにもうちょっと寒くなってきたからいないですね。こんな長い橋がかかってあって、はい、もうそろそろ電車の時間も近づいてきたので駅に帰っております。山々です、本当に。お土産も買いました。あの、下呂温泉のなんか、フェイスマスクみたいな、パック。はい。それ買いましたね。うん。ツヤツヤになっていきたいですから。僕が乗るのは、5時23分のやつですね。もうすぐです。下呂駅です。まもなく、特急日田号が到着して、発車します。なんとか座りましたね。ご乗車ありがとうございます。特急日田18号名古屋行きです。次は日田金山です。岐阜を出ますと次は終点、もうすぐ岐阜に着きます。あ、岐阜です。はい、岐阜に到着いたしました。こちらのね、特急券を岐阜までしか買ってなかったので岐阜で降りるんですけど、名古屋とかまで買っちゃうとね、ちょっと高いのでね、この米原行きの46分、これに乗ります。あ、左に止まってんの岡崎行きやな。岡崎いいな。はい、米原駅に到着いたしました。米原、滋賀県ですね。関西に帰ってきました。うん。いやー、長い旅もね、もうこれで大阪方面に帰るだけですので、特に普段のね、電車と一緒なんですけど。いやーね、長野と岐阜旅してきましたけども、めっちゃいい街でしたね、二つとも。雪も見れたし、やっぱ関西のなんかこの安心感はやっぱいいね。では、ここまで見てくださった方ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。